キャピタルは東京都渋谷区富ヶ谷日本社を置いたインポーター兼輸入者ディーラーである。元はキャピタル企業という社名であったが解消した。親会社は東京日産自動車販売。1960年代から1980年代にかけて活動したオースチニ A50 ケンブリッジがセドリックにバトンタッチした後のオースチン需要を取り込むために設立され、 従来の日本総代理店であった、日清自動車に代わってオースチン、そして新たに、バンデンプラの日本総代理店となった。1960年代中盤、船橋サーキットなどでの早々期の自動車レースに、オースチンミニクーバー S をチューンして、キャピタルミニとして、川口吉正らの操縦でエントリーさせ、親会社筋の日産自動車の製造する。 ダットサンブルーバード 1200SS などと激しいバトルを展開した。1970年代に入るとミニクパー S の生産は中止され、いわゆる英国病による品質低下や排出ガス規制対策の遅れから英国車の輸入は次第に困難となったがミニ1000の輸入を主力に事業を継続。1976年からは三井物産。 撤退後のルノー日本総代理店となり、同年からルノー 5GTL の輸入販売を開始した。ルノーの上級モデルである R18 や R25 等は、後に日英自動車が輸入を担当し、同社が解散する1985年まで、二社並存によるルノー輸入体制が減出した。1980年代に入ると、本国メーカーが、 日本法人を設立して自ら輸入販売に乗り出す。ケースが増え、ミニの販売は、オースチンローバージャパンに行こう。ルノーも自薬スカーセールスに輸入販売権を譲渡することになり、1989年10月をもって、日本自動車輸入組合を大会、自動車輸入から撤退した。その後は社名を、キャピタル企業から、キャピタルと変更し、 ヤナセの販売協力店として、主にアウディを、ヤナセが、VW アウディグループの輸入代理権を返上した。あとは主に、オペルを扱っていたが、1990年代、前半に業務を終えた。日本自動車輸入組合の資料による。実際に販売された車両の登録年は1977年の、可能性あり。インポーター別取扱いブランドの移り変わり。 キャピタル企業日本自動車輸入組合。ありがとうございます。